どうしたんだい？何か用かい？艦長、提案がある。今日アストライアの調整が済み次第テラを紹介に出したい。この中域で実戦経験を積ませると？もちろん、ここが海賊どもの狩り場である以上マーキュリーと一緒にだ。私の経験上、奴らが手負いの獲物を見逃すとは思えん。艦長、僕からも頼む。理由を聞こう。現在この艦が搭載しているのは通常中域用の安物のレーダーだ。とてもではないが、電磁波や瓦礫が散乱するこの中域で役に立つとは思えないんだ。現に先の戦闘では潜伏するリレイヤーを発見できずに襲撃を許している。この艦の管理者として艦およびクルーの安全は何よりも優先したい。フルートちゃん、それってメイちゃんでも難しいの？メイとは文字通りこの艦の頭脳だ。自慢ではないが、いかに頭脳が優れていようとも目や耳といった感覚器官が鈍くては意味がないのさ。なるほど。わかった、二人を紹介に出そう。おやさん、調整が済み次第準備を頼めるか？おう。というわけだ。よってテラとマーキュリーの二人には紹介に出てもらう。要は新人の子守ってわけね。ごめんなさい、マーキュリーさん、私紹介って初めてで。うまくできるかわかりませんが、やれるだけのことはやってみます。大丈夫よ。任務である以上、あなたがどんなポカをしても私が完璧にフォローしてあげるわ。テラ、索敵をメインとする紹介任務はスカウト機に乗るマーキュリーのお箱だ。いろいろと見て学ぶといい。はい。よし、いい返事だ。それにしてもマーキュリーさんってすごいですね。私より年下なのに戦う以外にもいろいろできて尊敬しちゃいます。当たり前でしょ、私はあの人の妹として完璧なんだから。あの人？そうだテラ、マーキュリーの友達になってやってくれないか？はあ、サンちゃんナイスアイディア。マーキュリーのやつこんな性格だから友達いなくてな。何でも器用にこなすけど、ぼっちなのだけがたまに傷なんだよね。な、何勝手なことを言ってるのよ。てか、ぼっちじゃないし。じゃあいるのか？サンがいるじゃない。同年代で。友達がいないんじゃないの。
不要だから作らないだけよ。やはりいないのですね。なんですって、ポンコツ。あの、私でよければ友達になってくれませんか。ずっとヨダカと旅をしていたので友達っていなくて。え、結構よ、友達なんていらないわ。少し考えてな。本当は欲しいのでは。素直じゃないんだから。あんたたち言いたいことが顔に出てるわよ。はあ、しょうがないわね。あなたがどうしてもって言うならなってあげなくもないわ。本当ですか。ただしスターチャイルドとして私の友人に足りうると判断したらの話。馴れ合いは嫌いなの。私と友達になりたければせいぜい頑張って私に認められることね。はい、マーキュリーさんに認められるように頑張ります。時間だ。テラとマーキュリーは各自搭乗機へ。準備でき次第出撃だ。資源衛星ベスタ、かつて人類の宇宙開拓を支えた小惑星をめぐる大きな戦乱があった。二国間に生じたいさかいが次第に大きくなり、やがて何万もの生命の輝きが散る戦争へとなった。他の戦争を無名の戦士として戦った彼女たちは、やがて心に星の意志を宿し、まるで導かれるように再びこの中域に集うのだった。なんだか薄気味悪いところですね。瓦礫は多いのに妙に静かというか。マスター、そこの瓦礫の陰に何か巨大な物体が隠れているようです。気をつけてください。ええ、知っています。ハーシャル級巡洋艦の艦橋ですよね。マスター。はい。なぜレーダーでも詳細不明な漂流物の情報を知っているのですか。なぜって、それは。この音何でしょうか。初めて聞く音です。救難信号ね。一度アステリズムに確認を取るわ。紹介中の2人が受信した救難信号はアトラスの貨物輸送船のものであると判明した。アトラス？アトラスコーポレーション、通称アトラス。金融通信業を中心とした財閥系軍事企業の最大手さ。重機のみならずクエーサーも生産している。その歴史は古く、現在も秩序を重視した経営を行っていることから、本拠地であるベルギーでは議会よりも権威が高いとも言われている。罠だな。路獲した艦の救難信号を取りに獲物をおびき寄せる。昔から海賊がよく使う手だ。僕も同意見だ。現在の艦の状態と戦力では可能な限りリスクは避けるべきだ。それってつまり無視して通過するってこと？でも、もし本当に救援を求めてたらかわいそうじゃない？そうだ、僕たちは何も受信していない。ブルートとおやすさんの考えには俺も賛成だ。だがアトラスが GT ラボにとって重要な取引相手である以上、見過ごすわけにはいかん。本部のお偉いさんは何だって？アトラスに確認したところ、付近を航行中の艦が一隻、少し前から連絡が取れなくなっているとのことだ。な、張本人に確認するか。普通これでは無視できないじゃないか、本部のバカ者どもが。ったく、これだから温室育ちのエリートどもは。偵察には紹介中の機体を回す。いつでも卑弥呼とサンを出せるよう準備させてくれ。
救難信号が発信されたポイント、戦闘は行われていないようですが、救難船はどこにあるのでしょうか。肉眼、レーダーともに周囲にあるのは瓦礫ばかりね。それらしき艦影は見当たらないわ。ゼータからデルタへ、獲物は2匹、予定よりちょっと少ないみたいだぜ。構わないわ、予定通り初めは彼らをぶつけて獲物の価値を測るわ。あなたが引き続き監視を続けてちょうだい。了解した。センサーに反応あり、気をつけて、何か来る。クエーサー、装備が統一されていない、多分宇宙海賊ね。その機体のパイロット、聞こえてるか。オープンチャンネルで通信？俺様の名は宇宙海賊ジャック海賊団のキャプテンだ。海賊ということは、やっぱり救難信号は本物だったんですね。あの人たちを倒して早く助けてあげなきゃ。気持ちはわかるけど落ち着きなさい。まだ罠じゃないって確定したわけじゃないわ。すまない、待たせたな。二人とも大丈夫？ヒミコさん、サンさん、お宝が自分からこっちに来てくれるとなかなか気が利くじゃねえか。いいか野郎ども、あの機体も生け捕りだ。ステラギアは人間同士で戦うために作られたわけじゃないのに。ヒミコ、勘違いするな。ステラギアはリレイヤーから人類を、ひいてはこの宇宙を守るために作られた機体だ。その使命を阻む者がいるのであれば、何者であろうが打ち破って進まねばならない。たとえそれが人間であってもだ。確かにそうだけど。行きますよ、ヨダカ、私たちの道を切り開きます。今日はついてるぜ。こいつを喰らえ！なんだと？太陽に挑むか？行くよ！私が居場所を教えてくれる。直撃だぞ！ドイツにしてやろうか。ほらよ、俺の番なんだな。ジャマーを起動するんだな。完璧な仕事をしてあげる。この感じ、星の意志が近づいてる。所属不明の新たな機影が接近中。みんな気をつけて。新手のクエスト、まだ仲間がいたんですか？おそらく漁夫の利を狙った他の海賊がこちらの消耗を待っていたのだろう。感じる、あの3機から星の意志を感じる。間違いない、私たちと同じスターチャイルドが乗ってる。なんだと？どうだ会長、間近で見てあの機体はお眼鏡にはかなった？ええ、あの機体には価値があるわ。でもパイロットは大したことはない。はっきり言ってカス揃いね。相変わらずはっきり言うね会長。でもそういう歯に気抜きせぬところが素敵なんだけどね。そんじゃ会長、連中への挨拶と交渉頼むぜ。ごきげんよう、アステリズムの皆様。通信？私の名はミンタカ、宇宙海賊生徒会の会長にしてオリオン座のトリプルスター。ミンタカの意志を宿すスターチャイルドよ。同じくアルニラム、役職は副会長。同じくアルニタク、
役職は書記兼会計兼庶務兼広報だ。言っておくが雑用じゃないからな。オーリオンのトリプルスターが私たちに何の用だ。あなたたちの期待をいただくわ。おとなしく受け渡すのであれば命は保証してあげる。やはり目的は超重力技術か。スターチャイルドである以上、超重力技術で作られたその機体に惹かれない理由はないわ。それに私たちならリレイヤーにオリジナル1を奪われるようなあなたたちよりその機体を有効活用できるわ。そのオリジナル1を取り戻すためにもこの機体をあなたたちに渡すわけにはいかない。交渉は決裂ね。でも安心したわ。真に欲しいものならねだらず自らの力で勝ち取るのが生徒会の流儀。海賊らしく力ずくでいただいていくわ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。私に続け。なんだな。ジャマーを起動するんだな。完璧な仕事をしてあげる。どきなさい。なんだと。ファーストスターがどの程度か期待していたのだけれども、正直がっかりね。とは言ってもよ、会長、連中諦めの悪さは相当だぜ。無傷での露獲が望ましいけれど、無理ならコックピットを潰しても構わないわ。マジかよ、会長。てか希少なスターチャイルドを殺しちゃって大丈夫なのか。問題ないわ。宿主が死んだ場合、星の石は次の宿主を探すもの。ギア部隊、生徒会を名乗る海賊に押されています。クエーサーデュステラギアをここまで圧倒できるなんて。おじいちゃん、クエーサーを貸して。予備機で私も出る。バカ言うんじゃねえ。乗れることと戦えることとは別だ。吐き違えるな。でも卑弥呼たちがピンチなのに何もしてあげられないなんて。私、いや大丈夫だ。どうやら彼女たちが間に合ってくれたらしい。毎度 GT ラボからの増援2名お待ち。やはり急いできて正解でしたわ。状況は思った以上に芳しくないようですわね。あんたが出る必要はないわ。面倒だけど腫瘍の切除は私の仕事よ。相手がスターチャイルドでもね。お気遣いは無用ですわ。ただの海賊風情ならまだしも、相手はオリオンのトリプルスター。私の初陣にこれ以上ふさわしい相手はいませんわ。はあ、分かったわよ。でもほどほどにしときなさいよ。天の川にウラヌス来てくれたのね。遅くなりましたが、天の川とウラヌスの2名、戦線に加わらせていただきますわ。あの機体のパーソナルカラーと確か。目標を確認。当たりません。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。
長のために頑張ろうっと。落ちて。相手をしてやろう。愛にレベルアップだ。この宇宙は私が守るんだから。任せて。俺は会長と頂を目指す。あらよ、私は私、誰の代わりでもないわ。戦闘レベル、ターゲット確認。私たちの旅は誰にも邪魔させません。続け。未熟なやつね。綺麗に一掃して差し上げますわ。外しなさい。行くよ。そこ。あー、このはレベルアップなんてね。会長ごめん。あらよ、私は私、誰の代わりでもないわ。邪魔。めんどくそう。行きますよ、ヨダカ。私たちの道を切り開きます。道を切り開きます。何のこれしき。このまま強くなれた気がします。やらかした。会長、言っちゃ悪いがこっちが不利だ。弾薬も資材もただじゃねえ。引くなら今だぜ。はいはい、そこまで。戦闘なんてやめなさい。どういうつもり。あんたたち、生徒会って言ったっけ？この際面倒だから、全員私に雇われなさい。は？意味がわからないわ。あんたたちの噂は知ってるわ。お金のためなら略奪行為から傭兵家業まで何でも見境なくこなす謎の宇宙海賊生徒会。なら、ここでドンパチするより私に雇われた方が賢い選択だと思うの？報酬なら奮発するわよ。天の川が。笑えない冗談ね。まったく、せっかく命の恩人が譲歩してあげようってのに、アトラスの跡取り候補は礼儀の一つもわきまえていないわけ。言っている意味がわからないわ。それに私は誰かに助けられるほど弱くは。
タの左横腹の傷、ベスタ戦役で負傷してピーピー泣いていたのはどこの誰だったかしらね。飛び出したあんたの蝶を腹の中に詰め直して跡が残らないようにきれいに縫合するのは大変だったわ。まさかあの時の。わかったわ、あなたの念じで。この場は見逃してあげる。物分かりのいい子は好きよ。たく、ラム、引き上げるわ。もう少しで押し切れたのに。うちのお財布を管理してる会計役としては会長のその判断、イエスだね。待って、ミンタカ、私たち協力できないのかな。あなたたちと組むメリットがないわ。その程度の腕じゃ足手まといよ。最後にあなたの名前を聞かせてもらっても。ウラヌスよ。ウラヌス、ウラヌスね、覚えたわ。ただいま。会長以下2名、全員帰還だよ。